終わりましたね。終わりましたね。どうですかこれ、ちょっといい感じじゃないですか。はい、作りました。はい、ちょっと観葉植物をね100均で買ってきまして、これね、まあちょっと動画撮ってるんですけど、100均でねこういうの買ってきたんですけど、ちょっと育てようと思います。これの日記、あのシリーズもにしますんで、まあ、そんなことはどうでもいいかもしれないですけど、はい、まあ月収130万ボックスですか、買っていただいた方いてますけど、まあやるだけですね、やるだけ。はい、まあ僕これね、ドリアカーでももう常に言ってますし、まあ常にこれからも言いますけど、まあコンテンツビジネスをやっていく上で、まあ集客、教育、販売、集客、教育、販売、集客、教育、販売、これしかないです。なので僕も集客用の動画、教育用の動画、セールス、集客、まあ YouTube、集客、教育、まあ一緒のようなもんですけど、まあ今日か、もう今日か明日か、あ今日か、もう今日ですね、日付回ってるんで今日なんですけど、今日の夜か、またあの対談、音声対談取りますので、まあそれもすぐ公開します。はい、そう、まあその、まあ熟成さん、熟成、もう俊英くんなんですけど、久しぶりに連絡来て、最近報告してなかったんで報告しますみたいな感じで、でなんかそのまあ今独立しても4年ぐらい経つのかな、起業して、でなんか勉強すればするほどやっぱコンテンツビジネス一択ですねみたいな、まあ、メッセージ来て、でまたなんか音声対談いつかやりましょうみたいなメッセージがあったんで、いつかは来ねえと、もうすぐ明日だみたいなね、すぐ、まあ、日付回ってるんで今日になってるんですけど、メール来たらもう次で明日みたいなねいつかは来ないと。そう、あとね、実はあの鹿児島合宿もね裏でやってたんで、でこの鹿児島合宿の映像も販売しますから、裏でやってましたよ、鹿児島。なんかその人にも、なんか熊本に住んでた人なんですけど、なんかその動画メッセージが来てね、まあこれぼやきですね、すいません、ぼやき、タイトルぼやきなんですけど、まあいいや、ぼやきなんで聞かなくてもいいですけど、まあ動画メッセージが送られてきて、吉田さんみたいな、で僕熊本なんですみたいな、いつか会えたらいいっすねみたいな、いやいつかは来ないからもう決めましょうと、鹿児島、そんですぐ鹿児島合宿セールスしたんですけど、そういつかは来ねえと、いつか来ないですからね、いつかまたみたいなゆずあったと思うんですけど、まあまあいつか来ないんで、いつか行こうはほんと来ないですよ。なんでできるだけ早く、即断即決というよりかは、まあやりたいと思ったことすぐやっとかないと、まあ今年もねもう4月終わるじゃないですか、どうすか、いや秒速じゃないですか、で5月じゃないですか、5月終わったらね、もう6月、7月入ったらもう夏休み、なんか夏なんかすぐ終わるじゃないですか、いや今年もあっという間に終わりますからね。まあ相変わらず僕はやるべきことをやるだけですけど、動画も撮っていきますし、まあ今年からちょっとやり方変えましたけどね、裏では動画をまあまあ撮ってますから、まあ、億万長者合宿のリレーが半端ないですね、やっぱもう多分100本100は超えてるし、超えてますね、あれもう億万長者合宿のやり取りも3000本はこう撮ったか永遠に続きます、永遠に続きますし、あと鷲津さんのやつか、鷲津さんのやつも1000本ぐらいになってるし、あれも鷲津さんも死ぬまで送りますみたいに言ってるんで、まああれも何千本になるでしょうね。だからなんかその続けるとか、なんかやるとかは、まあ当たり前なんで、だからまあステージとしてはですよ、ステージとしてはほとんどの人がやっぱできないんで、だからまずはすぐできる、すぐアウトプットする、すぐ行動するっていうのを、まあ当たり前にする。で、その上で結果を出していく。じゃあ、結果を出す上で何が大事かっていうと、やっぱね、考えることですね。
だ僕だったらシンプルで、じゃあこれ商品次売ったら次この商品、この商品次売ったらこの商品、この商品売ったら次この商品、この商品売ったら次こ、もうこれもう365日考えてますからね。であとは売上と集客の数と、あとその毎回ね買ってくれた人の新規で買ってくれてるのか、それともリピートで買ってるのか毎回チェックするんですよ。販売が終わったら、販売が終わったらこのお客さんは新規なのかそれともリピートなのか。まあ僕リピートがめちゃめちゃ多いんですよ。リピート 50% 以上なんですよね。だから新規で買ってる人が何パーいるのかっていうのを毎回見て、まあ少ないんですけど、でその新規の割合を見つつ、じゃあ展開考えたりとか、さすがにまあリピート率は高いですけど、新規もやっぱ取っていかないといけないので、新規を取っていく上でなんかこういうことやっていかないといけないなとか、まあ常に考えてますよ。うん、だから考えてない日がないんですよね多分。それそうですよね。だって給料ないんで僕。まあ普通のサラリーマンの方は給料あるじゃないですか。でボーナスもある会社はあるだろうし、僕何もないですからね。だから稼がなかったら0円なんで。まあ特にこの30代、今僕38ですけれども、今年39、10月で39になって、まあ来年の10月はもう40ですよ。だからこの30代はもうコンテンツ販売に徹すると、とにかく毎月バン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 こう案内していく、で精度を高めていくというか、まあスキルですよね。まあ商品販売に関してもやっぱ結局数こなしたら精度上がるじゃないですか。精度っていうか、まあ簡単になってくるじゃないですか。まあ自転車も乗る回数増えれば簡単になるだろうし、車運転もいっぱい乗れば簡単になるじゃないですか。じゃあ簡単に稼ぎたい、簡単に終わらしたい、簡単に売り上げ上げたい、もう場数踏むっていうね、もうすごく極論的にシンプル。でもこのシンプルでいいと思うんですよね。場数踏んだ方が簡単になっていくって、みんな簡単に稼ぎたいわけじゃないですか。簡単に稼ぎたいんだったらメジャーやって、簡単に商品作れて簡単にセールスができるようになれば簡単になるじゃないですか。すげえバカでも上がるようなシンプルなんですけど、でもみんなそこやりたくないんですよね。でやりたくないっつって、まあぐるぐる回ってね、まあ結局稼げてないっていう。だ簡単に稼ぎたいんだったらめちゃくちゃやれば簡単になるので、だって1たす、まあ、クックとか、まあ僕もうろ覚えですけど、クックとかは超簡単じゃないですか。でも最初クックね、1の段、2の段、3の段、4の段、5の段、6の段、7の段、8の段、9の段、これ9の段まで覚えるの結構大変じゃなかったですか。今多分言えますよね。まあ1はちょっと2が4、21が2、22が4、23が6、24が8、250、260、27、250、262、2714、27、28、16、29、18、31が1、3、2が、2、3が6、3、2が6、4、3が9、3、4、12、3、5、15、サブ6、18、3、9、27、3、パ、24、ん？ちょっと怪しくなってきたな。3927、3824、いいんだよね。4-1が2、4-2が8、4-32、4-16、4-5、4-520、4-620、4-628、4-32、4-36。まあ言えますよ。ちょっとはね。もう間違ってても分かんないけど、でもこれ覚えるのに、九九の段覚えるの超大変じゃなかったですか。でもこれどうやって覚えたかっていうと、めちゃくちゃやっただけじゃないですか、単純に。でもこれね、多分九九の段って何年前に勉強したことやねんって話じゃないですか。何年前ですかね、九九の段って。小3とか小2ぐらいじゃないですか。つまり僕今38じゃないですか。30年前、30年ぐらい前に勉強したこと未だに言えるってすごないですか。これすごいですよね。30年前、すごいな。結局、バカず踏んだからじゃないですか。まあちょっとね、間違ってる部分あるかもしれないですけども。まあまあ言えるじゃないですか。だからいっぱいやればいいんじゃないですかね。
簡単に稼ぎたいんだったら、うん、まあ僕いっぱいやりますけどね、まあすごくシンプル、まあ吉谷拓郎公式ブログはね、シンプルイズベストっていうね、まあ誰が考えてもそうだよねっていうことをやればいいんですよ難しいですか？ここは難しくないと思うんですよね。誰がどう 見てもそうだよねってなりません？まあ天才じゃないしね、九九の段を一回見ただけで全部丸暗記できる、それ天才ですよ。まあまあ少ないですよね。まあなんか風呂場で母ちゃんとね、なんかめちゃめちゃやってましたね、多分。なんかそんな記憶あるんですけど、なんか風呂場になんかあの九九のね、なんかあれが貼ってあったような気がします。九九のなんか子供チャレンジだったかな、なんかでやってたような気がしますね。懐かしいな。そう、母ちゃんとなんかやってましたね。うん、どうすかね、うん、だからなんか大人になってね、一番大事なね、お金はお金に困ってるのにお金の勉強もやらない、それも実践しない。だ僕が良かったのがやっぱそこは大事だよねと。まあ正直まあ九九の段以降は多分僕分かんないですけど、なんか生きていく上でね、大事なところ、その大事な部分に気づけたし、そこはやらんとあかんよねっていうところをやれたので良かったですね。やっぱもし僕だからこれね、やっぱね、就職が僕できなかったっつうのがね大きかったですね。就職できてたら多分思考停止で、あの会社が用意したものだったりとか、なんだろうな、なんかそういうのをねやってて、多分こんなことやってないですよ。やっぱ就職活動して就職できなかったんで、ネットやるしかないなって言って、まあネットの会社には入りましたけど、まあ結局スパルタンだったんで、まあ考えてやるしかないですからね。だから従業員だったけど、まあ考えてやってまし、考えてやるしかなかったので、まあそれがやっぱ今に至るかなっていう、やっぱ僕もいろんな人をねサポートしてますけど、やっぱね考えられない、そう考えられないんですよ。で考えるのはしんどいんですよ、考えたことがないから。だから本当に365日考えないとダメですよ。考え抜くというか、頭悪くても考えることはできるので。僕頭悪いですからね、多分この動画見てるあなたより完全頭悪いですよ。でも多分自由に生きてます。でそれなんで自由に生きてるかっていうと、頭悪いなりに考えて、頭悪いなりにあのシンプルなことを徹底的にやるっていう、量こなせば簡単になるって分かりますよね。シンプルですよね。それを徹底的にやるっていう、でもそれすら考えてない人もいるんじゃないかなと思うんですよね。それすら考えないっていう、なんか考えてるんじゃなくて悩んでるだけっていうかね、悩むと考えるってちゃいますからね。もしません、悩むと考えれば僕は違うと思うんで、考えるっていうのは問題解決するために考えるってことです。悩むことを考えてるみたいなね、わかります？なんかね違うんですよ。まあこれちょっとうまく伝わらないかもしれないですけど、その売上上げるために考える、問題を解決するために考える、だけどほとんどの人が悩みを考えてるんですよね。でその考え、その悩みを考えるからまた悩みが増えるみたいな、不安が増えるみたいな、不安を考える、ね、不安を、考えてまた不安を増殖させるみたいな、そんなやっても何も前に進まないですから、もうやるべきことは前に進むしかないじゃないですか。時は進んでるし、年取るし。だからお金に関しても思うんですけど、まあ、結構言ってますけど、いくら稼いだとしても70歳で10億円持ってたとしても使えないですよ、そんなに。80歳の病院のとこでなんかもう酸素マスクつけてね10億円あったとしても使えます？使えないですよ。だから稼いだとしても使えなくなるし、だこれも問題なんですよ本当に。いくら稼げてたとしてもいつ稼ぐのか今でしょうなんですけど、今稼がないとそのお金も使えなくなるので、
転換できなくなるので、あ、そういう問題もあるし、まあ実際今現実問題としても稼がないと飯食えないだろうし、まあ僕はなんかそうで給料ないのでね、うん、まあでもいろいろ考えるとやるしかないんじゃないかなと思うんですよね。でしかもこのコロナでね、こんだけコロナでいろいろこのニュースもあって、もうずっと続いてて、これからもまあ行くでしょうけども、それでもやらないっていうのはどういうことみたいな僕からするとね、え、そんなにお金持ってんすかみたいな、逆にですよ、逆に今必死こいてやらないっていうのはそんなにお金あんのみたいな、そんなに何もう働かなくてもいいぐらい金持ってんのみたいな思っちゃうんですよね。今はもう死ぬ気でやんないとダメでしょっていう、徹底的に、逆にこれだけのコロナで世界的にもう大きく変化してる、この中でも自分変化しない、もう無理ですね手に負えないですねそれはだってお金の問題は本当ね、お金言うとすごくなんか悪いイメージ持つ人もいるかもしれないですけど、悪いイメージ持とうがいいイメージ持とうがどっちにしろ必要なので、だから僕はいつもマインドセットとしてはお金は必要であると、必要経費であると、生きていく上で必要だと、うん、でその必要経費は人それぞれのライフスタイルによって、別にそのアッパーは あのアッパーというかその、この変動はあると、変動はありますよ。だ僕みたいに田舎です行くってなったら全然必要経費、まあ、少ないんで、まあ、ただ稼がないといけないのは車ちょっと高いので維持費が、まあ、その分は稼がないといけないですけど、うん、まあ本当車持ってなかった僕めちゃ余裕ですよ多分、まあちょっとあれ100万キロ乗るんで、今日ね22万キロまあインスタにアップしたんですけど22万キロ行きましたよ。22万キロ、ガソリン代高いですけどね22万キロ走破しましたね。ちょっと100万キロまで行ってありますけどね、まあ、ガソリン代も稼がんとあかんし、オイル代稼がないといけないし、タイヤ代稼がないといけないし、部品代稼がないといけないし、まあ、何のために稼いでるのか、車のためかもしれないですけど、でも車に乗ってるのは僕は好きなので、結局、まあ人それぞれ価値、趣味とかね、違うんでいいじゃないですか。ね、すいません。僕はその車に乗ってる瞬間が一番楽しいんです。まあ、それは人それぞれちゃいますから、僕にとってはそれは必要経費なんで、車に興味ない人からすれば贅沢かもしれないですよね。だけどその分僕自炊してますからね、自炊もしてるし、なんかあれもこれもじゃないですから、我慢、なんかここは抑えるっていうところは抑えるし、でこれは僕が使うっていうところは使うし、だからそれはもうメリハリはしっかり、メリハリプランですよ。もうメリハリ人生ですよ。メリハリ人生にしましょうか。ソフトバンクメリハリプランみたいな。メリハリ人生みたいな。そう。外食ほぼしないですね、僕ね、本当に今。マジでしないですね。で、そう、酒もね、ちょっと、勤務研究所やらんといかんな。ちょっとね、大人のニキビはバーって出て、お酒ももう、ずっともう、10日以上抜いてるな。ずっと飲んでないですよ。で、ブラックコーヒーもやめて今紅茶を飲んでるんですけど、ブラックコーヒーももう立って、まあ毎日ブラックコーヒー5杯とか飲んでたんですけど、もうそれやめて、今お紅茶を飲んでるんですけど。まあでもだいぶ治ったんですけどね。そう。まあもう僕は東京には絶対住まないですからね。絶対です。もうここにも居座りま、鹿児島のこの高校の家賃4万2000に居座りますよ絶対固定費上げない。でもね、欲望も出てくるんですよ。ちょっと引っ越したいなとかね。まあ鹿児島のとこですよ。だから8万ぐらい鹿児島で払うとまあまあいいとこ行けるんですよ。まあ一軒家とか今ありますからね、8万でだけど、まあどうせ寝るだけだし、まあ結構もう快適に、もう結構もう4年経ったんで、結構今部屋をリノベートしました。
まあこういうちょっとこういうのも作ったりとかね。そう、あとプロジェクター最近買いまして、まあ、それも投影して見たりとかしてるんですけど、まあ、だいぶ快適に、4万2000円ですけどだいぶ快適に過ごしております全然いや東京はね高いっすよ。だって車の駐車場で5、6万しましたからね、東京いた時。ここの家賃より高いっすよそう、だからまあ本当僕がおすすめするのは、マジでネットで20万ぐらい稼げるようになれば、田舎に住んでね、コスパ安、めっちゃ安いので、新築ですからね、ここ、しかも。だから探せばね、すげえいいの ありますよ、物件、地方で、田舎で、新築だけで探して、もう全然安いっすよ。しかもこれね、商売道具のネットもここ無料ですからね、駐車場ももちろん無料だし、ネットも無料だし、まあ、ただ都市ガスがないのね、プロパンガスなんでガスちょっと高いんですよ、ね、プロパンガスなんですよね、なんでちょっとガスはちょっと高いですけど、そう、まあそれぐらいですかね。うん、だからまあ東京からこっち来るときに言われましたけどね、鹿児島で大丈夫ですかっつって、まあ4年大丈夫でしたね。まあ大変な借金もあったんで、ね、大変な時ありましたけど、今はだいぶ落ち着いてきたかなと思いますね。だからあと1年ちょっとはキャッシュを貯めると、軍資金を貯めると、孫正義軍資金を貯めるですよ、軍資金を貯めるだ30代はもうとにかく商品売りまくって軍資金貯めていきますから、はいね。そう、僕でもそのうち僕も商品売らなくなりますからね、そのうちペースは遅くなるので、とりあえず30代軍資金作るってことで、もうバンバン売ってきます、もう追い込みかけて。だから逆に言うと、あのチャンスっちゃチャンスですよ、僕から商品買うの。僕みたいな人いないですからね、自分で言うのもなんですけど、本当に、うん、だから商品売った後もバンバン動画撮るし、その常にフリーコンテンツ作るじゃないですか、常に発信し続けてるじゃないですか。多分ね、売ったらもう発信しないんで、ほとんどの人あんまりもうねてかもう消えてってるし、うん、だ僕のお客さんでやっぱ古いのは6、7年と前の人とかもいるんですよ。でなんでそんな人もいるのかっていうと、結局僕がずっと発信してるからですよね。まあ多分死ぬまでやりますので、億万長者合宿も死ぬまで、久保さんも死ぬまでやるだろうし、まあ鷲津さんのあの結果報告のやつもずっとやるし、そう、だから今年ね、多分鷲津さんのやつまた売ると思いますけどね。鷲津さんベンツ買ったんで、ベンツが9月ぐらい納車されるらしいんで、そのベンツをやじりに行きますよ、ベンツをやじりに俺がベンツ買ったぜみたいな動画撮ってねそう SEO って俺の、お前のものは俺のものみたいな、わしずのものは俺のもうスクショ詐欺ですよね、スクショ詐欺、ベンツ買いました、僕じゃないけどっていう、ちょっとだけ入れとくみたいなね、そう多分ね700、800万すんじゃないかな、あのベンツ。いや、わしずさんも変わりましたよ、黒子さんも借金返しましたしね。うん、はい、23分か、あと7分ぐらいですかね。まあとりあえずもうやるしかないですから、もうめちゃめちゃ考えてやった方がいいと思いますよ。僕はやりますけど、売りますし、売る以外のコンテンツも作るし、まあ今度ね、次はねプレゼントだったかな、はい、次はあの再生リストは、次の再生リスト賄賂です。もうこの再生リストの名前も決めてますからね、次賄賂で行くんで、再生リスト賄賂で行きますから、賄賂賄賂ですよ、賄賂プレゼントありますよすごい、もう常にやりましょう、うん、やるしかない、うん、まああとやっぱね、あれですよね、そのどこにやっぱ、まあ今回コンパスだったかな、30万稼ぐコンパスかなんかで言ったような気がするんですけど、どこに価値を置くかですよね。
どこに価値を置くか。今の仕事に時間を使って、じゃあその後の価値は上がるのかと。例えば僕の場合は動画を撮って喋ることによって、その喋るっていうことの価値はどんどん上がっていくと僕は思ってるんですね。要はトークが上手くなればね、まあ今上手いって言ってるわけじゃないですけれども、昔に比べると僕喋れるようになってるんで、だから良かったなっていう。だから昔に比べると価値上がってるんで、僕のトークっていうのは、僕の中ではね。昔全然喋れなかったんで、だからまあやればやるほど価値が上がってる。で しかも結局僕の商品を買ってくれる人っていうのは、僕のトークを聞いて、なんかこの人面白いこと言ってんなとか、なんかこの人なんか実はみたいにこう思ってくれる人がいるから買ってくれるんですよ。だから僕のトークが何も響かなかったら、売れないですよ。何こいつ言ってんのって話じゃないですか。もちろんそういう人もいますけど、でも一部の人はそういうふうに刺さってるわけなので、でもそれも僕はもう何度も何度もこう喋ってきてるわけですから。だからね、はっきり言って僕ね、喋るの嫌いですからね。まあこれ言っても本当に誰も納得しないだろうけれども、僕喋るのめっちゃ嫌いですからね。今も嫌いですね。好きか嫌いかだったら嫌いです。もう即答です。でも嫌いでもやるんですよ。なぜならばそこに価値があるからです。このスキルは絶対お金を稼ぐ上であった方がいいと僕は思ってますし、だからネットで稼ぐんだったらトークか文章かしかないので、いや本当にトークか文章しかなくないですか、ネットで稼ぐ上で。一番お金に直結するスキルってそこだと思うんですよ。だからそこの価値上げていけばなんとかなるじゃないですか。っていう、そこに重きを置けるかどうかっていうところも結構重要だと思います。10年後、20年後、自分のやってることに価値は上がるのかって話ですね。それはね、すげえ重要だと思いますね。でもみんなそこにね、多分重きを置いてないんですよね。やっぱ目先のお金。目先のお金も大事なんですけど、でも目先のお金を追ってる人は目先のお金稼げないんで、結局ネットで離脱しますからね。だって最初から稼げないですから。だから挫折するんですよ。だからまあその、なんか三木谷社長のね、近畿大学の僕はなんとかコーナーが好きなんですよ。アラウンドコーナーだったかな。あれがね、僕ね、もう10回ぐらい聞いたかな。もう近畿大学卒業してないけど、先を見る、因数分解必要やねんと。先を見る力が大事。アラウンドコーナーみたいなね、言ってるんですけど、あれ好きっすね、あそこのフレーズ。未来を因数分解してその見通していくっていう。未来は分かんないけども。でも僕が言ってることって、まあ、考えればまあ当たり前のこと言ってるんですけどね。だってヒットラーもそうでしょ、キング牧師とかもそうでしょ、オバマ大統領とかもそうじゃないですか。でもトークじゃないですか。 NHK をぶっ壊すもトークだしね、選挙もトークじゃないですか。だからトーク、言葉なくなります。そもそも言葉なくなんないでしょ。言葉なくなります。言葉の価値って多分ね、なくなんないんで、これをうまく使えるようになるっていうのはめちゃめちゃすごいことですよ。そう、もうそろそろ終わりますね。はい、ということで、まあ部屋もね、4年越しでだいぶ出来上がりましたから、だいぶ、4年間僕ね、あれでしたから、パソコンチェアしかなかったんで、今このね、ちょっと買いましたけど、これ1万4000円くらいでしたからね。ヒカキン70万くらいのあれですけど、それ買えないんで、まだ。まあいいんですよ、1万4000円くらいで。十分これで。これ100均。まあちょっとバリミューダーのあれ1万5000円でちょっと高いですけど。まあでもペイペイマゼで買ったんで、ね。もう終わるわ。じゃあ、ぼやき終わり。もうちょっと終わりますよ、これ30分で。とりあえずやりましょう。あと音声対談公開しますし、次、賄賂です。いってらっしゃい。